さあ、次は台湾歌仲間。ですね、これはね、これが台湾人、私ね、皆さん応援してくれてたんですよね。まあ日本でいうとアマチュアの歌い手さん方が自分たちでもってね、まあ、自主出版っていうのか、まあ、自分たちでね、歌の好きな人が集まって、うん、こうやってね、一つのね、これ、プロモーションビデオみたいなね、うん、まあ、ミュージックビデオかな、どっちかというとね、うん、こういうのを作ってね、楽しんでるんですよね。うんうん、だからね、まあ、面白いのがね、日本流で言わせてもらうとね、素人歌手ってのはね、なんかすごいズバリすぎてね、うん、まあ確かにその通りなんだけどね、我々もこの素人歌手ってのはちょっとね、なんかこう口はぼったくて言いにくいじゃん。そうだとしても言わないです。言わないよね。うん。うん、まあ、アマチュアとかかな、うん、な。あるいは一般歌手とか、うん、一般歌手とかね。うん。ズバリだもん。素人歌手。これ面白い表現がね。うん。うん、まあ、それで、エドワードさんってね、ニックネームで呼んでる方なんですけどね、うん、徳家さん。日本流で言うとね、孫徳のとこに花って書いて、徳家さん。うん、この方、ね、これ今回ね、一人ずつね、こう、今後聞いていただきたいなと思ってね。うん、で、この右、そちら側見て右上だな。あ、左上か。左上です。ね、この人です。徳家さん。うん、夜風の独り立ちってね、うん、これがまたね、台湾流で言うとまたね、逆風中セミ飛びみたいな逆風セミ飛びみたいな字ね、みたいなね、なんていうのかな、これ見えない、わかんない。で、日本流で言うと夜風の独り立ちって言った。うん、ね、まずこの方から聞いてください、はい、よろしく。今度聞いてみないとダメだね。想要放弃，要把心给撕裂。夜里我在你风中盘飞。
さまようてる帰りたくないねえ水の日々見え道に別れたあの日悔しい涙目覚めた時風か涙吹き飛ばす杯に浮かんだ面影話したいが話せない夢を遠く普通通い愛は償えない罪諦められない君は断ち切れない悔やみ夜風の一人たち夜里我在逆风中单飞夜風の一人たち一人立ち。どうもこれはね、彼がね、作詞作曲したみたいならしいですね。すごいですね。これ、エドワード。はい、次はね、メルちゃん。米のね、米にね、ロシアのロって書いて。ほう。メルちゃん。はい。次はメルちゃんだ。うん。え、すごいね、素人歌手。ジュドドン。はい。さあ、次は台湾田中ま。一人目はいつもね言ったらね本当ねもうね明るい顔でねパパしばらくだねって言ってくれるねメルちゃんからでございます、どうもありがとうございますっていうね歌をねなんか自分が歌ってるらしいんだね、うん、はい聴いてください。
てて一緒に嬉しい二人の世界幸せの花咲きちょちょろり夢甘い胸優しい幸せいつまでも惚れさせて君の夢寄り添う二人歩くまだ香り幸せにありがとうございますはい、台湾田中まるちゃん、どうもありがとうございますって日本語でね、ちゃんと、ね、歌ってくれましたね、最後はね、うん、さ、次は、奥女さん、ママっていうとですね、ママ、あの、母のママね、よろしく在妈妈的身躯边，慈祥的面容，笑眯眯，亲像春花沾露水，遐尔美。也通看，窗外月亮白光线。照着妈妈的肉纹三条线，做我乌头毛惨白，夜过半，想起妈妈，十月怀胎受苦痛，犹原欢喜是阮将阮请。生命那一朝光暖，感谢妈妈哟，一生对我的疼惜，牵挂的心，请你着放落，好顺利我来做，做你未来的外壳，拥有温情。これから
頼りになり、ずっと守りたい。はい、台湾の2人聞いていただきました。はい、次は、台湾の歌仲間でございます。ですね、1人目は清いって書いて美しい整備さんで、日本流で言うと整備さん、整備、うん、自動車整備、整える、うん、ちょっと違うけどね。違うんですよ、うん、でね、これね、僕もね、中華で、まあ、向こう読みのね、うん、台湾語読みで出してるんですけど、やっぱりね、それまたもう違うんだよ、またな。それで出しても発音はやっぱり違うんで、全然。だからもうこれはもう諦めてね、我々はね、本人に聞かない限りわからないんだから、うん、これはね、日本流に言わせて整備さん、整備さん、はい。タイトルもね、ようわからんですけどね、孤独では幸いって書いてるね、幸、はあ、孤独では幸ってなってるんだよね。幸、うん、幸せ、うん、孤独では幸せってことなのかな、幸、うん、まあ聞いてもらいましょう、うん、はい。これはね、2コラス目が日本語入ってるんですよ、うん、ね、ですから2コラス目も聞いてください、よろしく。
このこと捨てられた明日は一人だけ一人での暮らし楽しい人生に花ねじくるよ爱变成秋凋霜。はい、台湾の田中真希という日いただいております。ですね、先ほどね、ちょっと調べてみたらね、うん、清いに美しいって書いてね、陳明、陳明、陳明さん、陳明さん、で読んだ方がいいのかなっていう感じで、向こうの人が聞いたら違いよっていうかもしれないけどね、うんうん、これは永遠謎で結構ですから。さ、次は周邦、さん。うん、あれ、あの優秀の州、お優秀の州で、これは法王の間とか法王と法は法、ね、でこれはね、周墳さん、周墳さん、これがまた何を書いてるあれなんだか、チョンの生涯に愛を添えてって言ったんだ、チョンさんっていう方の生涯に愛を添えてって言ったんだ、日本的に訳すと、うん、うん、これをね、愛情倍し、なんでかかんだかって感じで全部書いてきたらちょっとわかりません、ね。日本流で言うと、チョンの生涯に愛を添えてるんで、なんだって。それでは聞いてください。よろしく。はい、シュウフンさんのね、チョンの生涯に愛を添えて、これはね、日本語はね、まだ勉強してないんで、ちょっとね、入ってないもんですからね、ワンコーラスで終わらせていただきました。次もね、また同じくね、日本語を勉強中だそうで、勉強してるんですね。はい、そうなんだよね。私たちが勉強して覚えれるかって、なかなかそうじゃない、大したものすごいですね。次はね、牧場の、牧場の牧、わらしって書いてある、牧道、我々に書いてると牧道なんですけどね、うん、モートンさん、モートン、あってかどうか、モートンさん、ね、歌はね、思いっきりっていう歌がね、これあの日本流に訳すと思いっきりって歌がね、これが台湾語で歌ってるから、どっちが正解だか行こうかな。よろしく。
疼惜，点风中失落，失去你的爱，柔情变水泡，失去你的情，我什么拢嘛无，牵挂彼颗心。难忘彼段情，今夜雨停思念已袂停。それではね、今の台湾の人たちもね、これね、自分たちでね、ミュージックビデオを作って、私台湾行った時にね、この皆さんがね、私持たして、ぜひこれ聴いてくださいって言ってね、皆さんに紹介しました。本当にね、そのまんまね、素人のね、アマチュアさんですちゃんとね、プロモーションビデオも、ミュージックビデオすごいですね、自分たちで制作してるんですね。ありがとう。